ってるのね。気になってるところなの。あの通行止めっていうところまで行きたいんでしょ。あ、そう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 、うん、あの道がこうカーブになってて、あの崩落してるところ。崩落してるところまで行きたい？ぐいってこうえぐられてるじゃん。うん、あれはどこまでえぐられたのかなって。あのね、不思議なことがあって、Google ナビで、あの、月折れ城跡、月折れ城跡を検索すると、ここ突っ込めっつうの。そう。ここ突っ込めっつうんだけど、道ないんだよね。あ、荒らされた。うん、だって来てる人いっぱいだね。廃墟がありました。そう、太陽光パネルがあって、廃墟。ここ。もったいない、もったいないよね、って思って。絶対行ってるやん、近々で。行ってるね。もういっぱいいるやん、これ。なんか、奥の方に。ん？向こうの石垣が見えちゃってる。ああ、そうそう。わ、これは変わんないかな、うわ、これは、これは、これは廃墟の匂いすっげえな、ここ。うん。すごい臭い。この家のを抜けて、城跡行けって Google マップだと言われるんです。なんでやねんってなる。で、ここに謎の薬の看板が、資生堂。わかんない。もしかすると盗まれたかも。大村こんのおめなめしみたいなのがあったっけ？覚えてないや。そんなになってた。草ぼうぼうやん。ここまでやるとさすがに残ねんだな。ああ虫。4月になったらこうなる。でね、このトンネル抜けて少し歩くとまた暑くなんだよね。あ、廃墟になっちゃったよ。ここ。いやでもカーテン閉まってるから。いや、とあの誰か窓ガラス割ったからベニヤ張ってる。あ、ほら、うん。やりやがったな。あ、本当だ。でしょ？なんてこと？ここが気になってたんでしょ？ここも気になってた。うん。家が立派なんだよね。そう。カーテンちゃんと閉まってるからさ、たまに来てんのかと思うじゃん。絶対さ、物色したんじゃないのこれ。多分ね。うん。ベニヤ張るってことは、多分来たんじゃない？家主が。多分そうだろうね。連絡入って。うん、あそこはちょっと行きづらいよね。行きづらい。うん、ベニヤ張ってるってことはもう住んでないっていうのはもう確定だろうけど、確定だね。でそこに通行止めの看板があるはずなんだけど、どこ行った？なくなってない？あった、あったけど、こんなところにどかされてる。あれ、こもっと奥じゃなかった？いや、誰かに邪魔さ、どかされたんじゃない？これ間違って突っ込んじゃったらやばいじゃん。そうだね、もう崩落してしまうがいい。そうね、知らん。うわ、やべえ。あ、行きますよ。月折れトイレまでは歩って行きます。てか、歩って向こう側まで行けるんだけど、帰りがしんどいですよ。ああ、どうしてこんなになっちゃったの？あ、そうね。じゃあ戻りますか。いや、どこまでもいいけど、あ、あそこにも、あれも、あの家の敷地なんだ。いや、墓があったはず。あ、墓は奥。あ、そうだ。うん、墓は向こう。でも、下っちゃうよ、これ。結構、登り。そう、結構登りますよ、あの帰り。そうか、定点カメラやってたの忘れてた。そうだったっけ、すぐだったっけ、うん、トイレ側じゃなかったっけ。いや、あんなとこまで行かない。あ、ほんと？カーブら辺のところも崩落して、左側ね、ガードレールが見えたかどうのこうの言うてる。おお、柏保さんが罠を仕掛けた。あ、ここだ、ここだ、ここですよ。これのおかげで通行止めです。今、おかげ言うの、こいつのせいじゃ、うん、今、柏保さんが乗ってると崩れるかもしれない。そうです、えぐられてるんです、これ。なんかグリップ。ダメだ、今60キロぐらいある。お太りになられたの？よかった、いいことだ。いいことだわ。あなたは落ちるよ。はい、こんな感じです。本当に。あ、進んじゃったね。崩落進んだね。そうだっけ？うん。
実は向こう側はもっと崩落してるらしいの。もっと崩落してるの、本当はね。あの向こう側から攻めた人の動画をうち見たらもっと崩落してた。うん。うん、ガードレール見えない。やっぱ近くで見えないか。落ちてるガードレール。そうね。雰囲気来ないと分かんないね。そうだね。はい。じゃあ一回ストップ。この鉄パイプのやつが多分通行止めでなんか。あ、そう、あ、そう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 。ありました、ありました。あ、それごと崩れちゃったんだ。うん。だから結構崩落してるんだねって言ったの。そうだね。ここ落ちないようにするためにあれがここにあったんだね。結構今自分がいるところが危ない。まあでもここのひびからこっちじゃない。そう、多分、うん、危ない。何チャレンジしよう。はい、じゃあ一回、はい、一回切ります。あ、虫。